遠藤忍2月15日は、日本の海軍軍人。太平洋戦争中に第一次海、独占水艦作戦を実行したイサン3 0潜水艦長である。後、四4 3潜水艦長として戦死。戦死による一階級昇進で、最終階級は、海軍大佐。米空母、ホーネットを発艦する同リットル空襲部隊。イサン3 0は、発見を報じられた。 米空母の紹介のため両艦と出撃したが、快適することはなかった。遠藤は、宮城県出身で、海軍兵学校52期生である。1924年7月、中尉の成績で卒業し、翌年海軍少尉に任官。遠藤は、潜水艦を専門とする士官となり、259、第6潜水船隊所属、221潜水艦長を経て、 1942年2月末に、巡航したイサン3 0潜水艦の初代艦長に就任する。同艦は、日本海軍潜水艦部隊の主力艦種である、巡戦オツ型で、その11番艦であった。イサン3 0は、新たに編成された第8潜水船体に属し、インド洋アフリカ方面の通商破壊船や、特殊潜航艇、公表的による、 第二次攻撃作戦を担当する高専権部隊に編入される。この部隊は潜水艦5隻、公表的3隻、仮想巡洋艦2隻で構成されていたが、E30 のみは特別な任務が課されていた。それは同盟国の独国に赴き、日独艦の潜水艦による連絡路を開くことである。潜水艦で大西洋を越え、欧州へ赴くのは、 日本海軍史上最初の試みであったが、毒への重要物資、兵器の輸送や人員交代、また毒からエニグマ暗号機や電波炭審議などの兵器を譲り受ける必要から実施に至る。大本営から発せられた大会指は次の通りであった。大会指第77号昭和17年4月6日、山本連合艦隊司令長官に指示号行代、 三重潜水艦を4月中旬内地発9月末まで、2内地期間の予定をもって、欧州に派遣し作戦行動に従事すべし、移号潜水艦法を置きより引用また、三3 2は公表的による攻撃に協力するため、連合国の根拠地偵察の任務も課されていた。伊三0は1942年4月22日に、ペナンを出撃し、アデン、ジブチ、ザンジバル、 ダルエスサラーム、モンバサで飛行偵察や先行偵察を行い、敵有力艦艇の不在を報じた。こうした情報をもとに、公表的偽隻によるマダガスカル攻撃が実施される。その後、イサン3 0は通称破壊戦に移ったが快適することはなかった。ロリアンの U ボート文化、航空攻撃などを防ぐ役割があり、この写真は、 I30 が入港した1942年当時のもの。1942年6月16日に補給を受けた後欧州へ出発した。アフリカ大陸の南端はローリングフォーティーズと呼ばれる航海の難所で、艦は浸水による手機海雇症、航空攻撃などに見舞われながらも、独海軍との会剖を果たし8月6日にロリアミへ入港した。 横井忠川ら日本海軍部官、独占水艦隊司令、デーニッツらの歓迎を受け、搭載物資や霊式小型水上偵察機の受け渡しが行われる。ただし、第一次作戦では、酸素魚雷など最高機密兵器は譲渡していない。独国からは、エニグマ暗号機、電波探針議などが渡された。遠藤ら幹部は、ベルリンで、独走党、ヒトラーに面会し、遠藤は、 ホワイトクロス勲章を授与された。ついで上院らとパリで休養を取った。8月23日に出港し、日本へ向かう。9月20日インド洋、10月8日ペナン、13日にはシンガポールに到着する。シンガポール機構は、軍令部で潜水艦を担当していた井浦章二郎を安心させたが、このエニグマ暗号機このシンガポールで、いくつかの不慮の事態が重なった。 この作戦に使用していた暗号は特殊なもので、ンジュは通常の暗号解読を行わなかったため、第10根拠地帯が派遣した、キライ原突破のための先導艇の存在を知らずに入港する。遠藤らは上陸し、第1、南遣海艦隊や、第10根拠地帯司令部とも面会したが、ンジュが、キライ原を通って入港してきたことに気づく者はいなかった。吉村明は、 エンドラは出港前に安全な航路を確認すべきであったという趣旨の指摘をしているが、それも行われないまま E30 は出港直後に直来し沈没した。浮上した状態からの沈没であったため人命の損失は13名。潜水艦沈没事故としては少数であったが、県独潜水艦作戦の完全成功を目前にした事故は、 艦のみならず、電波単身儀その他機密兵器を失うこととなり、海軍を失望させるものであった。遠藤は、艦内からの物資等引上げに協力したが、遠藤の様子は、第一、南津海艦隊参謀に自決を予測させるものであったという。艦人没の責任は、一義的には艦長たる遠藤にあるが責任は問われなかった。吉村明は、 長い航海での心身の過労と使命を達成した喜びが緊張感を失わせたとしながらも、サモン委員会では、兵備局の気候指示などが考慮され、また軍令部の指示で不毛とされたとしている。この事故につき海軍潜水艦関係者で構成される色破壊は、重要任務を果たしたイ・サンジュの受け入れ体制として不適切であったと、海軍の措置を批判している。人事局は、 陸上配置を用意したが、遠藤は再び潜水艦長として会場に出ることを望んだ。E43 偽装委員長に補いされ、春工と共に、初代艦長となる。同期生は、壮行会を開いて、遠藤を励ましている。遠藤は出撃の途上、部下を率いて、海軍兵学校を訪問した。ここに教官として在任中であったのが、海兵時代同分隊で親しくしていた。 福知地顔である。海兵には、広瀬武雄をはじめ、戦死した海兵出身者の名牌や記念物が収められた、教育参考官があり、遠藤は、福地に配管を依頼し、許された。福地は遠藤が生還を期きしていないことを、感じ取っている。1944年2月9日、出撃したイオン3はドラッグ諸島へ向かい、 ついでサイパンで陸戦隊員を上官させて出航した。15日、イオン13は、米海軍潜水艦、アスプロの雷撃で撃沈され、遠藤ら166名が戦死した。海兵52期生は8名が、潜水艦長として戦死したが、遠藤はその最後の戦死者であった。公式には4月8日。ありがとうございます。